はい、皆さんこんばんは、ブルーです。西洋オブサバイバルパート2やっていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。よかったらね、チャンネル登録または高評価の方もよろしくお願いします。まず前回のプロローグの、パートです。このエリアの続きやっていきます。こう抽出。救出スキップ。あ、まず倉庫のレベルちょっと上げて。ここで、ここもアップグレードして。まず敵をすべて上げます。他の生存者から聞いていたヘリね。確認しに行きましょう。あの辺りは探索したことがない。危険だ。まずは安全なルートの開拓からだ。時間はかかるが仕方がない。焦りは禁物だ。心配してたよ。しばらく帰りが遅くなるわ。サージには私から説明しておく。墜落したヘリを調べに行くのね。私ヘリを見てみたい。一緒に連れてって。マーディには何でもお見通しね。けどとても危険よ。アンデッドも怖いけど、私たち以外にも
ヘリを狙っている人間がいるかもしれない。私だって戦えるのよ。子供扱いしないで。私役に立ちたいの。マディ、あなたの可愛いフランクがご機嫌斜めを。ちゃんと世話してあげないとダメじゃない。今日アンデッドの集団の中に黄色のリボンをつけた子がいたでしょ。ええ、子供のアンデッドね。他のアンデッドとは雰囲気が違ったから印象的だったわ。あの子知ってるの？近所に住んでた。キャンディーが大好きで、おてんばで可愛い子だった。アンデッドに会ったら殺すか逃げるか。分かってる。だけど私はあの子を殺したくなかった。私あの子を逃がしたの。だけどそれでよかったのかな。マディ、それは私にも分からないわ。答えはすぐに見つからない。時間が必要ね。もし無理して、さあ行くぞ。私の剣でみんなを守る。桔梗、お兄ちゃんの好きな花ピエン。さあ行くぞ。アップグレード。もう眠るよ。
嬉しそうに走り回ってる。バカめ、基地の外はもっと広いぜ。あのクソ犬もアンデッドと一緒に遊びたいんじゃねえか。あなたの口はアンデッドより汚いわね。なんとかならないの。戦力もなく近づくのは危険だ。マディ、焦ってはダメだ。サージは慎重すぎるよ。ベッカも早く行きたがってる。ベッカは理解してくれている。いいかマディ、くれぐれも単独行動はするなよ。これは命令だ。わかった。だけど命令はやめて。ここは軍隊じゃないんだから。戦闘の訓練をしようと思う。いいと思う。訓練で兵士が増えればもっと強力なアンデッドにも対抗できるわ。
ヌルアップ。戦闘で兵士が傷ついているわ。彼らはまともに治療も受けられていない。そうだな。早急に対応が必要だ。病院を修復し、兵士の怪我を治療できるようにしよう。私の剣でみんなを守る。桔梗、お兄ちゃんの好きな花ピエン。おお、ついてるぜ。ここには病院があるんだな。ここは私たちの基地よ。この病院は修復したばかりなの。悪いことは考えないで。病院に関しては俺の方が詳しいぜ。元カノがナースでな、あいつはマジでナイスバディだったぜ。はいはい、傷口から血が出てるわ。治療してあげるから黙ってて。いて、もっと優しくしてくれよ。しかしお前らは運がいい。俺様が仲間になってやるからだ。俺のベースは持ってこい。超イカスグループでテンション爆上げだぜ。私の剣でみんなを守る。桔梗、お兄ちゃんの好きな花ピエン。さあ行くぞ。
私の剣でみんなを守る。行くぞ。ヘイブラザー、なんか用か。桔梗。そう。お兄ちゃんが好きな花。どうしよっかな。すれば使えそうよ。必要な部品を探しに行きましょう。そうすればすぐに私が修理するわ。やったね。早速探しに行こう。さあ行くぞ。ヘイブラザー、なんか用か。
ビルってやつと繋がってやがるんだ。俺は前まで盗賊団でいたんだ。ビルは盗賊団のボスでな、俺のバンド仲間だったんだ。俺がベースで、やつはボーカル。ま、俺様の方が歌は上手いがな。盗賊団のボスの名はビルというのか。そうだ、俺はビルとはマブダッチだったが、盗賊団のやり方が気に食わなくてな。だからお尻ペンペンしておさらばしてやったんだ。ああ、話がそれちまった。とにかくウィリーと盗賊団は間違いなくつながってるぜ。そんでよ、盗賊団は薬を持ってやがる。ウィリーは薬中だ。俺たちの物資を外に持ち出して勝手な取引をしてるんじゃねえか。交換できるものがなくなったら、奴は盗賊団の奴隷になっちまうぜ。確かに、病院に備蓄していた鎮痛剤がいくつかなくなっていたな。ラスティ、ありがとう。俺もウィリーの動きを警戒しておく。やっとヘリが墜落した場所に行けそうね。ヘリのレーダーを使えば外の世界と連絡が取れる。もう一踏ん張りだな。レーダーが壊れてなければいいけど、もし壊れてても何とか修理できれば。はい、最後にね、ご視聴していただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、また高評価の方もよろしくお願いします。また次回のステイオブサバイバルパート3でお会いしましょう。皆さん、さようなら。